バラット・ジャグデオは、ガイアナの政治家。現在、同国副大統領。金融省時代に、当時のジャネット・ジェガン大統領から公認に任じられ、2001年と2006年の総選挙でいずれも勝利し、2011年まで大統領を務めた。デメララ地方東海岸のユニティビレッジ生まれ。 13歳の時人民進歩党の青年部、進歩青年機構に加入し、16歳で PPP 党員になった。その後、党の地方組織の指導者にまで上り詰めた。1990年に、モスクワのパトリスルムンバ、名称民族友好大学から経済学の学士号を取得、帰国後はエコノミストとして国家立案事務局に勤めた。 1992年10月の総選挙で PPP が勝利すると金融省の特別アドバイザーに任命された。2010年2月6日にはロシア諸民族友好大学から名誉博士の称号を送られている。1993年10月に金融副大臣に任命され、その数週間後に開かれた PPP の第24次会合では、 当中央委員に選出された。後に執行委員に昇格している。1995年5月に金融省に昇格。1999年8月8日に、当時のジェーガン大統領が、病気療養を理由に職を辞し、ジャグデオを公認に指名した。そのため、憲法の規定により、翌日首相に指名された。8月11日に、 大統領宣誓式が行われた。2006年8月28日の総選挙で、PPP は総投票の54.6%を獲得し、定数65議席の国会で36議席を占めた数派を形成した。これを受け、ジャグデオは9月2日に2期目の宣誓を行い、5年間の任期をスタートさせた。 2008年8月2日に開かれた PPP の第29次会合で、ジャグデオは最高得票となる777票を得て、党中央委員に選出された。それから8月12日に、同党執行委員にも選出された。同年5月には、南米諸国連合の基本条約に調印している。2期目の人気満了に伴い2011年末に、 大統領職を辞任12月4日に次期大統領の宣誓式が行われた2020年8月2日イルファーンアリ政権下で副大統領に就任ありがとうございます